にちは。サンドの笹よりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。ウルトラマンや仮面ライダーなど長い歴史を有する特撮シリーズでは、時代時代の状況に応じて様々な試みが打ち出されてきましたが、中には後年において否定的な文脈で語られることが多かったり、そもそも忘れ去られたりといった、いわゆる黒歴史となってしまった作品や要素も少なくありません。今回の動画では、そうしたメジャー特撮における黒歴史について有名な事例を取り上げ解説してみたいと思います。それでは行ってみましょう。ウルトラ6兄弟対怪獣軍団。1966年の初代ウルトラマンに始まり、半世紀以上の歴史の中で数々の名作や時には名作珍作をも世に送り出してきたウルトラシリーズですが、そんな中でも今日ファンの間でいわゆる黒歴史として言及されることが多いのが、1974年に円谷プロとタイのチャイオープロダクションとの合作によって制作され、日本では1979年に劇場公開された映画ウルトラ6兄弟対怪獣軍団です。これはインド神話に登場する白猿ハヌマーを主役としつつ、クライマックスではゾフィーからタロウまでのウルトラ6兄弟と力を合わせてゴモラなどの円谷怪獣をしばき倒すという内容であり、タイ語では6という数字の縁起が良くないため、ウルトラの母を数に含めて現地でのタイトルはハヌマーンと7人のウルトラマンとされていました。日本ではウルトラ兄弟推しのタイトルとなっていますが、現代が示すようにストーリーの主役はあくまでハヌマーンとその力を得たコチャン少年であり、序盤で仏像泥棒を追いかけたコチャンがあっけなくピストルで命を奪われてしまったり、ハヌマーンとなって蘇生した彼が仏様を大切にしろ、大切にしない奴はぬべきなんだといったセリフを発しながら泥棒たちを握りつぶすなどして復讐を果たしたりと、過激なシーンの連続でも知られています。ただそうした色物な側面ばかりが語られる本作ですが、展開自体はそこまで変でもなく、むしろタイで人気のハヌマーンというキャラクターをうまくウルトラマン的な文脈に落とし込んだなかなかの秀作ではないかという方も多いくらいですね。実際80年代から90年代にかけてはレンタルビデオ店などで普通に扱われていたので、特に偏見もなく本作に慣れ親しんでいたという方も少なくないでしょう。しかし当時の円谷プロ社長であった円谷昇氏の他界を経て、90年代後半からチャイオー側が本作の制作公開当時の取り決めを悪用捏造して、太郎以前のウルトラシリーズの日本国外における使用権を主張するようになり、以降円谷側とチャイオー側で泥沼の法廷闘争へと発展することになります。そのあたりの詳しい経緯はいずれ別の動画で取り上げようかと思いますが、ともかく2010年代から2020年にかけて中国やアメリカで円谷プロ勝訴の判決が出るまでは、昭和シリーズの作品やキャラクターを円谷側が海外で自由に展開できない状況が続いていたんですね。そしてその発端となったのがこのウルトラ6兄弟対怪獣軍団であったということで、権利的な問題はもちろんのこと、心情的な部分も相まって本作は実質歴史の闇に封印され、ほとんど顧みられることのない扱いとなってしまったわけです。本作の黒歴史化についてファンの間では、ハヌマーンの得意な外見や過激な作風もあって、どこか喜劇的なノリというか一種のネタやジョークとして言及されることも多いですが、円谷プロにとってはチャイオーとのトラブルはガチで会社の命運を揺るがす大惨事だったので、権利問題が解決した今となってもちょっと当面本作が解禁されることはなさそうに思われますね。まあいつかはギャラファイ10とかでしれっとハヌマーンが出てくる可能性も絶対にないとは言い切れないですが、ちなみに1975年には東映から5人ライダー対キングダークの配給権を得たチャイオーが無断で新撮編集を加えて、ハヌマーンと5人の仮面ライダーなる作品を制作していますが、こちらは東映側からは完全に非公式の扱いで日本では未公開となっています。漫画版仮面ライダーザファースト2005年に公開された仮面ライダーザファーストは、石ノ森章太郎先生の漫画版仮面ライダーの要素をベースとしつつ、スタイリッシュにリファインされたライダーや怪人のデザインや冬ソナブームを取り入れたシナリオなので、多くの話題を巻き起こした一作ですが、本作の功罪を語る上で必ずセットで浮上してくるのが、当時特撮エース史上に掲載された江川達也氏によるコミカライズ版のあまりにもひどいクオリティです。江川氏といえばマ
ジカルタルルート君や東京大学物語などの作品で知られ、この時点で20年のキャリアを持つベテラン漫画家でしたが、どうしたことかこのザ・ファーストのコミカライズはネーム同然の非常にラフな絵柄や背景という概念が存在しない真っ白な大ゴマの連発、世界観と全く合っていないセリフ回し、意味不明な感動シーン、雑すぎるアクション、投げっぱなしのオチと某ハンターもびっくりの内容の落書き原稿がそのまま紙面に掲載されており、当時の画像掲示板などでもそれはもう凄まじい批判が巻き起こったものでした。この一文字、お前が俺を蹴ったり俺がお前を蹴ったら威力は倍だのページとか、皆さん一度はネットで見かけたことがあると思いますが、何度見てもやばいですね。これ下書きじゃないんですよ。これが完成品として商業誌に載っていたんですよ。なんでも当時江川氏のアシスタントが全員辞めてしまって手が回らなかったという噂もあり、その真偽は不明ですが、本来作業環境の確保も含めてプロの仕事なので言い訳にならないでしょう。加えて女性怪人の改造シーンが仮面ライダーであることを完全に無視した作者の悪ノリ全開の快感演出に終始していたことにも批判が相次いでいました。仮に絵が綺麗に清書されていたとしても内容がこれでは酷評は避けられなかったでしょうね。なおこれを受けて大の特撮マニアとしても知られる漫画家の島本和彦氏は、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組島本和彦の漫画チックに行こうにて本作に言及され、私的には書きたくねえんなら書くなって感じですよ。私の知り合いの編集者が言ってましたけどね、僕がこの原稿をもらったらふざけるなって言って机をボカーンってひっくり返して受け取らないで帰ってきますって言ってて、よくこの特撮エースの編集者受け取ったよなって、机をひっくり返すだけの腹の座ったやつがいないんだなって。誰かが江川達也の前で机をひっくり返してやんなきゃいけないですよねってなどと、同業者としてまたライダーファンとしての怒りをあらわにされていました。これについては当時のネットでも、島本先生よくぞ言ってくれたという称賛が寄せられたのは言うまでもありません。そしてあまりにひどいクオリティのため、このコミカライズ版は当時から現在に至るまでこの手の漫画には珍しく、単行本化などが一切行われていないガチの黒歴史となっています。一説には石森プロが単行本化を許さなかったとの話もありますね。また本作への酷評が理由としてあったのかどうかは分かりませんが、特撮エース自体もほどなくして2006年9月の第17号を最後に事実上の廃刊となってしまいました。本作の件を反面教師として今後こうした作品が生み出されないことを願うばかりですね。ということで今回は特撮の黒歴史特集の第1弾をお送りしました。この動画が好評であれば今後第2弾以降も続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいネタのリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。